有馬線は、かつて、兵庫県有馬郡三和町の三田駅から同郡、有馬町の有馬駅までを結んでいた、日本の国有鉄道の鉄道路線である。太平洋戦争中の1943年に、不要不急線として休止された。古くからの温泉街である、有馬温泉に初めて乗り入れた鉄道である。基本的に船内の折り返しで運転されていたが、1940年の、 ダイヤでは、大阪駅から、福知山線を通り、三田駅から、有馬線に乗り入れて、有馬駅まで、直通運転する列車が一往復運行されていた。下りは、大阪17時19分発、有馬19時17分に、上りは、有馬10時26分発、大阪12時18分にで、上下とも小浜駅発着の列車に、大阪駅三田駅間で並結されていた。福知山線及び、 有馬線が掲載されている有馬郡全図出展有馬郡市有馬線は有馬鉄道によって建設された。元は1907年に三田町有馬長官の軌道敷設特許場を有馬電気軌道補起人山脇延吉らが取得していたが実現できなかった。やがて1913年軽弁鉄道として鉄道敷設免許を申請することになり1914年 有馬鉄道に対し免許状がカフされることになった。1915年4月16日に開業と同時に、鉄道員が借り上げ、国有鉄道線と同様の運営が行われた。1919年に正式に国有化され、有馬軽警弁線となった。なお、有馬線を手放した有馬鉄道の山脇延吉らは、神戸と有馬、三田を結ぶ、鉄道事業に着手し、 神戸有馬電気鉄道を開業させた。1928年、三田駅から三津駅間に、神戸有馬電気鉄道の三田線が開業し、から三津で乗り換えが生じるものの、三田駅有馬温泉駅間を頻繁運転で結ぶようになると、国鉄有馬線は競争上不利にならざるを得なかった。神戸有馬電気鉄道の有馬温泉駅が、温泉街に近い場所に位置していたのに対し、 国鉄の有馬駅は町外れに位置していたのも、国鉄有馬線には不利な条件であった。1943年、太平洋戦争が激しくなると、神戸有馬電気鉄道と並行していることや、温泉地への交絡路線であることもあって、不要不急線として運行休止となり、鉄道施設等は撤去され、篠山で算出する、鉄用のなどの軍事物資輸送を目的に、 不設が計画された国鉄市の山線に転用された。その後、運転が再開されることなく、事実上廃止状態のまま現在に至る。有馬線開業後の三田駅、右側が福知山線、左側が有馬線各古内は、起点からの営業記録。三田駅、塩田駅から新道場駅、有馬口駅、有馬駅、三田駅から道場方面へ、廃線跡が、 福知山線と並んで続いていたが、福知山線の複線開用地に転用された。しかし、福知山線と分岐するあたりは、田畑の区割り形状が明らかに異なっているため、複線化後の現在でも、車窓から確認することができる。西宮市内の廃線跡は、払い下げの後生活道路や西宮北インターチェンジ、県道98号バイパスの建設に転用されている。 現在では、新鉄道場駅から道場方向に向かった地点や、二郎駅付近から西宮北インターチェンジにかけての築堤、および西宮市山口町中野から有馬駅跡にかけて配線跡が残っている。ありがとうございます。